はい、それではすみません、報告となりました。ただいまより、前回の3月の5日に開催いたしました協議に引き続きまして、木下市の学校と配慮関係協会との再協議を始めたいと思います。私は育野区役所企画総務課課長代理の敷地と申します。よろしくお願いいたします。まだ本協議は、本市の団体との、協議等の持ち方に関する指針にのっとりまして進めてまいります。したがいまして前回同様要望書にない項目は協議等の対象外となります。またこの協議の場は要望書に対しご回答させていただいた内容について本市の考え方を、説明する機会でございます。本市としてのですので本市としての意思決定を行う場合ではございませんのでご了承をお願いいたします。また協議時間につきましては指針により2時間以内となっております。ですので本日は17時をもって協議を終了させていただきます。限られた時間ですので円滑な進行にご協力をお願いいたします。前回のようにですね、協議時間を超過することのないよう重ねてお願いいたします。また議事録を作成するため本日の議事内容を録音させていただきます。ご了承願います。次に報道関係者に、お願いいたします。取材に際しましては撮影と協議の妨げにならないようにご配慮をお願いいたします。それではまず区側の出席者をご紹介いたします。まず、山口区の区長でございます。続きまして桜井区長です。桜井でございます。よろしくお願いいたします。続きまして、大川地域活性化担当課長です。大川です。よろしくお願いいたします。続きまして花月教育委員会事務局学校適正配置担当課長兼生野区役所地域活性化担当課長です。花月でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、杉本まちづくり推進担当課長です。杉本です。どうぞよろしくお願いします。最後に、川楠地域活性化担当課長代理です。川楠です。どうぞよろしくお願いします。申し訳は以上となります。それでは協議に入りたいと思いますが、発言の際はお名前を告げてから、発言していただきますようお願いいたします。また着席のままでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは団体側からご発言をお願いいたします。よろしくお願いします。3月5日委員会の懇談会に引き続きまして本日は第2回の懇談会は年度末で非常に大変お忙しいにもかかわらずその後に開いていただいたのでまた感謝したいと思います。本来は4月の10日以降というような声もあった中で私どもが私が窓口となって3月にぜひもう一回お話を設けてくれとこのようにお願いさせていただきます。それで、まず一番最初に私どうしても合点がいかないのは3月5日に続きましてですが大川課長のお伺いしたんですが大川課長は常日頃地域と学校と行政はこの問題の前からこう読みていないと、このことを先般もおっしゃられました。こう読みていないんです。もちろん民主主義のルールは多数決でありますがその前にきちっと話し合って議論を尽くして解決を求めるべきと、そういうふうに私は考えました。よって大川課長に聞きたいんですが地域と学校と行政とは合意ができているんですが、できていないとあなたはしきりにおっしゃったので、できていないのによって、昨年1月の学校活性化条項、ああいうようなものに踏み切られたのか、あなたが踏み切ったわけじゃないんですが、あなたが常に合意をしていないと、それは合意をできる場所を設けなかった行政側に私は大きな責任があると感じています。本来だったら、この懇談会は1年前にあるいは2年前に、開かれたらもっともっと接点があったんじゃないかと加えられるところであります。
大川さん、もう一度答えてもらえて。失礼いたします。大川です。私の方、これまで合意を得ていませんという発言、あるといったことかと、認識をいたしました。で、私もしてます、合意を得ていないといったこと、どういった形をもって合意と見るのかといったこと、そこの、解釈の問答をするつもりはないんですけども、今時点で、全ての地域の方に合意をいただくといった手続き、どういったものは取っていないというのが現状となっております。ただ、今実際に進めておりますのは、地域の方に、今で申し上げますと、学校活性化条例に基づく、学校適正配置検討会議といったもの、これを設置しております。で、この、検討会議への、委員の方を地域の方に推薦、委員の推薦の依頼をさせていただいて、で、推薦いただけたところから、この検討会議に参加いただいているといった状況がございます。そういった意味から申し上げますと、繰り返しになりますけれども、どういった形をもって合意といった形と見るのかという議論はございますけれども、まず形式上の合意といったものというのはない状態といったことと、で、全ての地域の方に検討会議に参加いただいている状況ではないといったこと、こういった趣旨で申し上げたものと、ご理解いただけたらと思います。重ねて聞きますが、検討会議は検討というような言葉がある通り、いろいろなお話をオープンにする場所だと思います。にもかかわらず、先般申し上げた通り、私に検討会議の出席を要請された副部長は、令和年3月31日、私は次焦燥だと、もっと話し合いをして、そして決めるべきだと。お尻がもうすでに決まっているわけです。誰が決めたんでしょうか。まだ決まってないじゃないですか。正式には全然決まってない。決めようとすることは決まってないんです。それを発言を制止するような、そういう話を持ってきて、はい、わかりましたとのこのこ出ていくわけがどこにあるんですか。私たちは、議会があることに陳情しようとしてまいります。以上お読みになっていただいていると思います。私たちは何回も話し合いを求めています。何十回も求めています。一般の陳情もありました。また代表者陳情もありました。あるいは一部役員を含めた陳情もありました。必ず一回のお願いの陳情に上がっているんです。でもそれは未だにまだ日の目を見ていない、真剣に考えていただいていないことだと思うんです。ちょうど今日課長が果実の大阪教育委員会との私たちの話で、あなたは私たちが相当な陳情書を持って行って、時期尚早だと話し合ってほしいとお願いに上がっているんですと、このように言うたと、あなたはこうおっしゃいました。議事録を見てください。猪俣会長、文部はどうですかって。文部はどうですかって。私が言いたいぐらい、平成25年11月の24日に、私これ、金子が口癖みたいに言うてるんですが、この24年11月24日、紹介忘れてないです。陳情がありました。11名の。たった11名の、あるいはされる11名で、重い陳情だと思います。それを、あるいはあれよという間に12月に議会で承認された、採択された。この文部はどこにあるんですか。私たちの陳情に文部を決めるんやったら、その11名の文部を計算してください。文章の文部で、パーセンテージが出るじゃないですか。こういうようなことを平気でおっしゃるんですよね。だから、私たちは何回も今の10人とゼロにしてくださいとお願いしたこと一回もありません。ただ、先般、3月5日に、田島連合の、帽子が述べられた通り、私たちの知らないことがどん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 前も決まっていくと。そしたら、あんたが検討会議に出てきて発言せよ。こういうことがわかりませんが、そこで発言の内容を、ね、制止されているというようなことも気づいていないんですよ。私はこの2回、この2時間で決着つけば本当にありがたいと、3回も4回もやりたくない。しかし、私たちの気持ちが 1% でも続いていないことであれば、私たちはやっぱり次の会も、また自治会もそういう言葉を求めていかなければいけないとこう思うんです。先般、キャリー小学校の PTA の子たちがこう言いました。安全対策はどうなったんですか。そしたら答えられました。今からやります。
我が別荘を建てていました。あと1年しかないですよ。そういうようなドタバタでどん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 物事が決められていくんです。うちはもう一度お伺いしたいけど、私たちはずっと陳情書を出してお読みになってたから、この陳情書に対してどのようなお考えを聞かせていただきたいんです。まあ、何度もあの陳情をいただきまして、あの私たちの説明の至らなさでありましたり、あの対話の機会がなかなか得られないというところで、あのいただいたものとは認識をしております。それに対してあの私たちあの検討会議でありましたり、まあ、保護者の方の個別の問い合わせにお答えしたり、まあ、出前講座といったような形もしてはいるんですけれども、まあ、今回このような団体協議という場であの2回目の会合を持たせていただいておりますので、あの、まあ、ご意見をまたいただけたらと思っております。以上です。僕は一人前の先生ならいけないんですが、ちょっと皆さんすみません。今陳情書を私たちが出した、毎回出した時には必ず立ち止まってもらいたい、私たちに話を聞いてもらいたい、切なる文章になってると思うんです。でもなんか紙切れ1枚紙切れ2枚3枚がまた来たなみたいなぐらいしか考えていないのかなと、もうこのようにいつも話を持っています。そこで私の最後の質問でありますが、小中一貫校と富士宮と花形みたいに言われているんですけども、この生野区の事業制度に、義務教育学校、あるいは施設一体型小中一貫校、あるいは年齢型小中一貫校、この3つの様式が同分と語られています。私、会社にそれはあったことないので、これどういう意味なのか、また小中一貫校にすると、どんな素晴らしい学校が出てくるんですか。まず、そういうところから語っていただきたいなと思います。私はただ単の数合わせだと。この僕はあなたの出番ですから、この三様式、私たちが分かるように説明してください。小中一貫校はものすごく目にタコが出てくるような僕たちが聞いてるんです。失礼いたします。大川です。今、この子のこの西部地域で3つの種類の学校、これについてといった、ご意見でよろしかったでしょうか。で、もともとこの生野区の西部地域の学校再編につきましては、あの平成25年以降その、フォーラムですとかいろいろ意見交換を重ねながら、平成28年に今の計画の原型であります生野区西部地域学校再編整備計画といったもの、こういったものを策定してまいりました。で、そこの策定に至る経過の中でいろいろとご議論ご意見頂戴してまいったところなんですけども、その中で、一生一中の小中一貫した教育を推進していこうといったことを平成27年に方針としてさせてございます。で、その中で、具体的に平成28年以降に、話し合いといいますか説明会とかですね、そういったのをやっていきます中で、まず生野中学校区、こちらにつきましては4つの小学校が1つの中学校に進学するといったこと、こういった非常に規模の大きいといいますか、失礼しました、その4小で1中に進学するといったことで、いわゆる中1ギャップというのが顕著であったといった課題がございました。で、そういったことからそういった状況を、解消するために9年間を通してよりその発達段階に応じて柔軟にそのきめ細やかく取り組みをやっていくといったこと、こういったことを中心に考えていく中で、ちょうどその平成28年に学校教育法というのが改正されまして、義務教育学校という制度が平成28年の法改正でそういった講師が設定されました。で、その9年間を通してよりその柔軟に対応していくために、その 法改正で新しくできたところではありますけれども、義務教育学校という枠組みの中でその生野中学校区4小が一つに集まるといったこと、それを、取り組みを進めていこうといったことで、まず生野中学校区については小中一貫した教育を推進していく中で、その新しい講師として義務教育学校という形で取り組みを進めていくという形に、なってきたところです。で、
あと大池中学校区につきましては、こちらも一生言って小中一貫した教育を推進していくといった考え、これは同じなんですけども、その学校の場所がですね、今の小学校で行きますと対象となりますのが三幸森小学校、中川小学校で、社寺小学校の一部の区域で、そういったことで行きますと今の大池中学校区との関係で行くと場所が離れているといった状況がございます。そういった状況がございますので、小中一貫教育を進めていく、小中一貫校を作っていくという形なんですけども、それにつきましては施設連携型の小中一貫校といったこと、これは物理的に施設一体型にはできないといった状況がございました。それとあと田島中学校につきましては、田島小学校と生野南小学校で、この2章で、平成28年の当初の計画は若干今の形とは違ったんですけども、いろいろとその意見を聞いていく中で、比較的その中学校の中でも面積が広い田島中学校ということもございましたので、その中でより教育、小中一貫した教育を推進していくためにどういった形が取れるかといったことで、中学校の中に確かにその広いと言いながらかなり制約がかかりますけども、中学校の中に小学校の校舎を増築して、必要教室を増築して、施設一体型の小中一貫校が開校できる、開設できるといったこと、こういったことからそういった施設一体型の小中一貫校として再編するというふうになってきたところです。で、あとその小中一貫校のメリットにつきましては、今日すいません、ちょっと子ども未来担当課長の樋口が所要で参加できてないんですけども、一番大きな形でよく我々伺ってますのが、一生一中の関係で小中一貫した教育を進めていく、その中でも小中一貫校としてやっていくというので、大きな点で言うとそのコアカリキュラム、その中心となるカリキュラムを作っていくと、そういったことで9年間を通して小学校1年生から中学3年生までの中で、すいません、ちょっと直接私その分野ではな、分野の担当ではないんですけども、樋口がよく申し上げているのが、そういったカリキュラム、9年間でコアカリキュラムというものを作って、その取り組みを進めていくといったこと、そういったことがその小中一貫校、小中一貫教育を推進していく上での大きなメリットというふうに伺っているところです。すいません、ちょっと説明が足りてないところもあるかもしれませんが、どうぞ説明していただきましたけども、私は全然意味がわからなかったです。こんな大きな大改革をするのに、その程度の知識、認識で8章、9章をなくすと、これ簡単に言うと学校が8つ9つなくなるということ、地域が崩壊するかもわからないというような重大な局面なんです。私何も地域が大事だとか言ってないです。今のような説明が大幹部の中からその程度の説明で皆さん納得できると思いますか？少なくとも私はあなたの今の話が理解できなかった。私に理解力はないかもしれない、しかも僕は理解できなかった。何を言ったのか、むしろ時間の無駄です。だからもうちょっとそういうようなお話を担当者の方が欠席やということ、そういう担当者の方もどういういろんな質問が想定質問を出せる事前には出していないんですけど、いろんな形で私たちに納得できる、説得できるようなそういうようなきちっとした説明の人がやっぱりいなかったらダメじゃないですか。違いますか？そのあなたその説明で私たちが納得できたと思います？これものすごい重要なことです。学校8章9章は数年間でなくなるんです。僕は先ほど言った通り、その3つの様式のいろいろ述べていただいたけれども、ただ単の数合わせであったら小中一貫校の素晴らしさなんか全然理解できないんです。わからないんです。よろしいでしょうか？どうぞ。私喋っいやいや、途中で喋りなさったとすると失礼かと思ったので、いやいや、じゃあ俺の質問を伝えたらいいです。どうぞ、はい、じゃあどうぞ。すみません、こういった学校的性配置というのは大変大きな事業であることはもちろん間違いなく思っております。ですから、例えば私の担当がおりましたり、制度の方も担当がおりましたり、人事的なことを考えたり、さまざまな教育内容を考えるものとか、縦割りで申し訳ないんですけれども、それぞれ専門性のあるものが、よってこうチームを作って取り組んできたところです。
その大きなところで、あの、いい学校を作るんだということでやってきた、そのいい学校の定義とは何だということで、まあ、小中一貫教育というのが、これはまあ全国的に学校再編を行っているところは本当にたくさんあるんですけれども、よくあの取り入れられている、まあ、新しい学校の形式です。で、あの、私はあの小学校の校長からこうして、この区長に、教育委員会を経て区長になって、この、まあ、ミッションというか、いい学校を作るんだというところを取り組んできたんですけれども、シンプルに小学校のやはり5、6年生ぐらいの教育内容というのは、直接あの中学校3年間の教育に関わってきます。よく言うんですけれども、中学校は短期決戦みたいな話で、もう3年生だったら受験のこともしなあかん、部活も始まる。しかも教科担任制ということで先生たちもバラバラになるということで、やはり中1ギャップ慣れるまでに、あの小さい今まで、まあ、私も小学校の校長だったんですけど、小さい、まあまあまあ、家族みたいな仲間と育ってきて、まあ、いきなりこう4章だったり3章だったりっていういろんな子たちと一緒になり、先生も代わりっていう中で、まあ、慣れるまでにやはりしんどくなってしまったりとか、まあ、そういったところであの、まあ、勉強もどんどん難しくなる。しかも定期テストといって自分で自力で頑張ってその定期テストの準備をして点数を取らなきゃいけないみたいなところで、あのやはりしんどい3年間で子どもを、まあ、学力が特にちょっとしんどいことが、あのもうちょっとこう英語とかもっともっと小5小6ぐらいがつないでたらもっと伸ばせるのにっていう子が伸ばしきれないみたいな、まあ、課題があるのは中学と小学校の先生の間で対応するというのを聞かれるところです。小中一貫教育っていうのはできる限りもその子どもたちの力をスムーズに伸ばしていくためのものでありまして、実際あの大阪市全体でこう学校が離れていても、あの同じ校区中学校区の小学校と中学校は、まあ、連絡は取るようにはしてるんですけれども、まあ、そうは言ってもあの例えば同じ英語の先生が小学校5年生6年生を教えてきて、その教えられ方とかどのぐらい単語の力がついているか分かって、中学校1年生でこうぐっとさらに伸ばしていくっていうところが、4章バラバラだったり3章バラバラであるところは、そういうところからやらないといけないと。それは多分みんなも知ってます。中1ギャップの話も勉強を取ってやっていく話も多分ここにいるんです。みんな小中一貫校のメリットは聞いてきてるんです。でも3つの学校をそれぞれあの小さな生き残りの西地区の中にいっぱい作ったの、それぞれちょっと申し訳ない実験みたいに作られて、その意味合いが私たちには全然伝わっていない。どんな小中一貫校がここにできるんかってことがその地域の人間がわからない。そしてあの一区の未来学園はその義務教育学校であるとか、その違いなの。私ここ1年関わってきたけど、あの田島中学校にできる小中一貫校とどんなふうに違うのか、本当にこの間本当にあのお母さんに聞いて聞いた。でここは遠隔型あの連携型でいいとか、あのそんなことが伝わってませんよって、全然私たちは分からないですよって言ってるんです。それはもちろんあの一貫校になってのメリットがあるのは分かります。ただその小学校そして中学校それぞれの中でしっかり連携を取って、1年から6年生まで6年まで仕上げていくようにして、やっぱりそうやって小学校それぞれがやってきた取り組みがある、中学校の取り組みがある、メリットもデメリットももちろんあるんですが、それが今のこの段階でなかなか伝わってなくて3種類もできてしまって、あのそれが私たちには意味がわからない、1個ずつの話聞いても意味がわからないような申し訳ない進め方をしてるから、あの何が起こってるんだろうって、自分たちの学校がどうなっていくのかなっていうのがみんながわからないって話を、もうそのメリットの話が長くなるのはちょっと困ります。違いますかね。じゃあ、 あの何学の、小学校の校長先生を、3年お勤めになって、やはりその小学校、小学校のいいところもたくさん、ご覧になったと思います。私そのお話も聞いたことがあるんです。行くの口を習ってからすぐにこの生徒地域 の今回のボランティアを振られたんですけども、ついこの間まではそういうような小学校の素晴らしさを伸ばしていかなければいけない、立場が変わったら今度は学校を直すんだと
私その辺の気候変化が分からないんですが、どうですか。ちょっと校長時代の話でいくと、まあ小規模校っていうか校長というのは全て今育野区内の全ての校長先生そうだと思うんですけれども、自分の預かった学校を一番いい状態にするために、まあ、やっております。それが規模が大規模だろうが中規模だろうが小規模だろうがしんどい学校だろうが、ほとんどの子は中学受験する学校だろうがいい学校にしようと思ってミッションを受けてますので、私は小規模校の校長としてこの子たちに少しでもやっぱりこういい教育を与えたいということで一生懸命やってきました。まあ、その中で表に出せる情報と出せない情報がありました。やはり地域保護者の方に小規模校の良さを、まあ私は当時からネットで発信もしたりしていましたので、学校ブログであるとか、まあ、校長ブログであるとかそういうのが書いている中で、そう言いながら中では本当に教員の若年化と短学級でもうとにかく担任の先生1人2人休んだら職員室が空になる、しかも短学級なんで1学年1クラス、その人に、まあ、全てを委ねるわけではないんですけど、学年主任兼、まあ、担任、しかも複数の公務文書といわれる事務の担当責任者もかぶさっている。その中で若手教員を育成することの難しさと、やはりこう授業の質みたいなところで担保できないという悩みをずっと持っていました。これも何はく校長会あるんですけども、ほとんどが短学級なので、まあ校長会で夜と触るとか大体そういう話をしていたんです。であとはたったま14人、13人、14人、3年間で卒業証書を渡したのがこれだけの子どもたちなんですけれども、男子が4人しかいないクラスがあって、まあ、その力関係がずっとしんどい子たちがいて、4人のうち結局ずっと追跡をしているんですけれども、まあ、2人が高校中退してしまったりして、まあ、そうなると自分たちが小規模校だからどこまで伸ばせるかっていうことに対して結果が出せないんじゃないかとか、まあ、いろんなことを考えながら、まあ、当時のことと当時大事に思ってやってきたことと、だからこそ課題意識を持ってこの学校再編しっかりやって、とにかく教員も子どもたちも学び合える環境を作りたい、でそして学校再編によってある程度こうしんどい思いをさせる子どもたちがそうならないように、教員の加配であったりとかソフト面であったりとか、そういったところでしっかりフォローしたいというふうに強い思いを持ってやっているところです。必要性みたいなものが一番感じてきました当時から。司会者はね、進行の方のお願いがあるんだけどね、僕たちも気をつけるんだけども、時間が2時間という制限の中で、まあ、区長の答弁のなんか区長の心情とか思いを、職場所とちょっと違うと、私も気をつけますので、そういうことのときは合図してください。ぜひお願いします。時間が2時間しかないから。じゃあ、何回もそうかね、私一人、もう本当に申し訳ないんだ。区長一人頑張っておられるような気がするんだけど、教育委員会と、僕の教育担当者、ご一同さんとは全く同じ考えなんですよ。また、私が知り得た情報を読む知識では、教育委員会は本当にこの足を切る人を潰ししないと、そういうような強引なお考えなんですよ。山本部長のお考えなんですよ。2月25日に、一部会社の条例を通ったことが分かっています。その上にそれを踏まえて私は立ち直っていただいたということを懸命に今訴えています。山口区長は、自分一人の、失礼で暴走であると、あなたが止まったら私は話し合いが出てると思います。お願いします。私一人で決められるようなそんなものではありません。すべてにおいて教育委員会会員もありますし司会もありますので、当然私だけが決めたものでもありませんし、来た当時からはこの形のある程度、平成25年間の話が出てきていたというところであります。以上です。教育委員会の山本真理区長は大阪の教育子ども委員会でこういうような教育になれば一度オープンに話し合う場所を設けなければいけないと議会で語っておられます。私はその時に、あ、教育長は分かる人やなと、私たちの陳情も踏まえて、改革の陳情も踏まえて、これはやはりオープンな議論、話し合いをする場所を設けていただけるんだなと
結局は儲けたらいただけなかった。一回盛り上げには、その4回か5回で儲けていただいたら以外はないんですけど、私はそうは思っていないんです。山口部長が、いくのくの皆さんの考えはよく分かったと、しばらく私たちも話し合ってみたいと、そういうふうに申されたら、話は一遍に落着するんじゃないですか。一番偉いです。どうでしょう。以前もお話をした通りですけれども、私はやっぱり子どもたちの教育環境整備に責任があると思ってこの立場に残りますし、それは大阪市の方針であったり、また教育委員会の方針である中で進めてきたところです。町に来た時に20年とか長い時間、地域によってはですよ、学校サイドの話が出ては消え、出ては消えみたいなところであったりとか、そういう場にもやっぱり6人、7人で卒業する学校が出てきてしまうというところに非常な課題意識を持っていました。ですから、私一人が暴走して決めたとか、そういうわけではないんですけれども、やらなければならないというその大阪市の方針をとって進めてきたというところです。のこと誠は考えた会の無局長の室谷です。よろしくお願いいたします。区長の方から小中一貫の教育高校らしいこと言われましたけども、問題者も言ってるんですけれども、小中一貫と非官校の、比較した調査は存在しないという明記してるんです。科学的なエビデンスがないんです。まだ同時に今言われていますのは、小中一貫教育の総合的な研究ということで、今大規模な調査をやられていまして、むしろ、小中一貫と非一貫校と比べて6年生のところで、自信があるないというところが非常に小中一貫のところでは下がってきていると。これまで言ってきたような6年生のリーダーシップの問題について今調査的に明らかにされようとしていますので、今日はそれ触れませんけれども、それは調査報告書だって出てきています。出てくるようです。それと副区長が、検討会議で技術云々について言うべきでないというようなことが猪俣会長から言われたんですけども、条約による検討会議では、この計画についての、話をやるというふうになってますので、その、そういう話をするなんて条約の検討会議の中身と反すというのを思ってますし、もう一つはこの活性化条例ですね、については本当に異常な形で経過やられましたし、大阪市以外のところで適正配置についてこういう条例を作っているところは全国的にあるのかないのか、そこのところについてお答えをお願いします。まず副区長をお願いします。失礼いたします。副区長桜井でございます。大阪市以外でですね、こういったの学校活性化条例、でもってですね、進めていくところはないというふうに認識をしているところでございます。さっきの検討会議で技術運動と言われたんですが、今の中に僕はそれはおかしいんですよ。私といたしましても、より良い学校を作っていくためにですね、皆さん方と一緒に新しい学校づくりに取り組んでまいりたいということでございまして、学校再編整備計画に対しましてお気づきの点がございましたら、いつでも会議のご参加を受けてまいりたいというふうに考えており、これまでからも、学校適正会議 の, 会議が終了いたしましたら、その会議の、資料とともにですね、議事録なんかもご報告したところでございます。本市といたしましても、将来を担う子どもたちの教育環境の、早期改善を第一に学校配置の適正化に取り組んでおりまして、そういった意味で検討会議の議論を進めているところでございます。検討会議におきましても、学校再編整備計画のほかに、新たな学校の校名案でありますとか、校歌校章標準服
通学路の安全対策等についての議論を行ったことがございまして、引き続きましてその場でさまざまなご意見をいただきながらこれから進めてまいりたいと思っております。説明になってないですか。学校廃棄の計画についてね、ものを言うたらあかんというようなことを日の方会長に言うたということはこれはおかしいです。計画について、ものを言ってはいけないと、そういったことを申し上げたことはございません。だから私目の前におるけど、あなたの言葉の世界が丁寧だったんですよ。何が喋ってもいいですか。令和4年、令和4年3月31日この時期消防であると、時期消防であると立ち止まって話し合うべきだと、こういうような話を私たちが一回してもいいのか言うたところ、何を話しても結構ですが、令和4年3月31日の一応決まった日となってございます。みんな令和4年3月31日をみんな知っておりますね。高価交渉でこういうような制服なんか言葉が言うたら、こんな言葉を使ったら失礼、どうでも言うと学校なくなるケースが先に決まってる。学校なくなる技術が先に決まってるんです。令和4年3月31日と。これは君が決めたんですか。令和4年3月31日と。みんな知らない。その日なくなるんですか。学校でその時なくなるんですか。みんなそう言うやん。ここにおる人みんな知ってます。令和4年3月31日に。左小学校、海沢小学校、福野小学校、なくなるんです。令和年3月31日からまだ1年あるんです。でも、亡くなる日が決まってるんです。はじめにスケジュールがありきじゃないですかって聞いてる。はじめにお尻を決めてしまってるから、あなたたちは工事を含めてどう流し合わなかったんですよ。こんなのがあろうが何であろうが。4月20日の緊急事態宣言、暮らしが危ない、命が危ない。そういう時でも、子供たちが休んでてもガンガン公共工事してるじゃないですか。私の先輩申し上げた通り、私の小さい伝統事業の経営者です。この民間の経営者でもコロナの時はメーカーから自粛してるということで、工事が1ヶ月、2ヶ月遅れ、まだそれは遅れて着地していないところもあります。でも平気で工業法人松井一郎さんの名前でやったら何でもできるんですか。あれもおかしいじゃないですか。私そういうことを聞いてるんです。なぜかというと、令和年3月31日に決まってるから、早くしなければいけないんですよ。令和年3月31日しか決まっていなかったら、もっともっと柔軟に話ができるんです。あなたたち焦ってるのは令和年3月31日。だからこれを私たちは立ち止まってほしいと俺は言ってる。私たちは間違ってますか。の問題と合わせて、先ほど条例の話があったんですけれども、本当に全国に例を見ない、こういう適正配置の問題について、条例で地域の理解が得られないから、得られないことが条例で決めるというのは、本当に異例です。こういう行政の一方的な出方に、本当に憤りがあります。ちょっと話を先に進めなくてませんので、進めていきたいと思うんですけれども、鹿島中学校区の工事着手の、再説明会というのが前回の話題になりました。11月15日が、引き続き、再説明会をやるということになっていたんですけれども、再説明会の前、再説明会2回延期されました。で、同時に鹿島中学校区の検討会議はこのコロナの発信後の同じ時期に1月8日に開かれています。大川課長は区長懇談会の時に説明会の人数が多いと、検討会が少ないから開いたということをおっしゃいましたから、再説明会はこの南鹿島に分けてあります。人数も変わらない予測ができたと思っています。もう一つはね、生野中学校の検討会議の同じ時期なんですけども、これはね、ホームページに出てたんですよ。これ、皆さん見えにくいと思いますけれども、生野中学校の検討会議というのは、大阪府に起こる新型コロナウイルスの感染の感染拡大を踏まえ、
開催要請であって以下の検討会議を延期しますということで、専門部会は12月16日、23日の検討会議が延期されてるんです。なのに、この説明会の前に、同じ時期の立場の検討会議をやったのか、答えてください。岡田です。検討会議の延期の件で、これ実は前回もそういった趣旨のご質問ご意見だったと思います。前回ちょっと私ちゃんと理解できてませんでした。申し訳ございませんでした。今諸谷さんおっしゃられました通り、工事の説明会、これ延期を何度かしております。でそれと別で、田島中学校の検討会議1月8日に開催いたしました。で工事の説明会を延期したのになぜ検討会議をやったのかというのは、これは前回ご説明させていただきましたので、今ちょっと時間の問題、今もう一回説明させていただいてよろしいでしょうか。はい、工事の説明会は今室谷さんおっしゃられました通り、広く分けて設定はしてございます。ただ、1回目から比べて対象者を拡大してやってますので、たくさんの方が来られる可能性があるといったことございました。そういったことから工事の説明会については延期させていただいた。で検討会議については検討会議の委員の方というのは人数が決まってます。そういったことがあるので、開催するかどうかということを検討しいたしました。で前回ちょっとちゃんとご説明できなかったんですけども、今、ございましたように生野中学校区については12月23日に開催予定だったのを延期しております。で田島中学校区につきましても12月22日に開催予定でした。ですので田島中学校区と生野中学校区2日続けて予定していたものを1回両方とも延期をさせていただいたといった状況です。で生野中学校区についてはそれ以降まだ検討会議は開催していない状況です。で田島中学校区については1月8日に開催をさせていただいた。でなぜ、開催させていただいたかと申しますと、先ほど申しました人数が限られている、決まっていることと、であとそれ以外にそれまで会議やる際にやってましたそのマスクのお願いですとか検温、そういったのに加えて今回設置してますサイドパーテーションの設置、それとあと体育館公道ですね、公道を使って寒い中ちょっと委員の皆さんにはご不便をおかけしたんですけども、公道でストーブは学校にお借りしましたけども、公道で換気を取ってやったと、そういったこれまで以上の感染防止対策を取って1月8日に開催させていただいたところです。で、生野中学校についてはなぜそうしたらそのまま延期しているのかといいますと、議論を始めた時期というのが違いまして、生野中学校区ではもうすでにいろいろと決まっていることがございまして、あと残っているのが標準服の議論と通学路の安全対策の議論、これが議題として残っています。これについては部会で検討会議というよりもその下にある部会で今議論させていただいているところです。で、田島中学校区につきましては検討会議の議論のスタートが若干遅れた部分、遅かった部分ございますので、学校名を決めないと次の交渉効果を決めていくとか、そういった議論に支障が出てくる可能性があるといったことから1月8日に開催させていただいたところです。以上です。はい、やっと出てきましたね。議事録もこれ22ページの議事録があるんですけども、これ見ましたら今言われたように最初の、ね、ところで委員がおそらく座長だと思うんですけども、公約決まらないとどういうことになるのかということで事務局に聞いて、決まりませんと交渉方法標準法の検討について影響すると、あと委員が引き受けて公約が決まらないと他にも影響があるということで設定してくれと、こういうことが目的だと。で、あとで、公明案が決まってから通称名をところに来たんですけども、その時に委員とやり取りされているのが、委員は市会の学校設置条例が2月3月に出されるんですけど、その時点で通称名を決まっておかないといけないんですか、同時に出さないものでいいんですかということを言っています。で、宮城課長代理は通知証明はそれは機械に出さないものになりましたので、これは伝統しないということになりますということで、ここで委員の一部の方、一人の方は分かりませんけれども、しっかり打ち合わせをして、私たちがずっと言うてる、2月25日に決まりました、学校の市
立学校の設置条例の一部改正、これを出すためにね、説明会の前に検討会議があったと、明らかじゃないですか。で、結局あれは検討会議も何名出てるか言ったらね、委員は8名なんだけれども、校長3名、部長他、予算で出てるんですけど、計26名出てます。そういった状況の中で、この検討会議で、公明党の証明を決めて、そしてこの2月のところで設置条例の改正を出すと、そういうことがきちんと言われてるんじゃないですか。で、結局説明会はこの条例が決まった夜ですよ、説明会やられた。こんなね、丁寧に地域に説明すると言うといて、こんなことをやらていいんですか。区長どう思ってるんですか、これ、こういうやり方に対して。はい、それどうか、課長。すみません、今おっしゃられた趣旨がちょっとよく理解できなかったんですけども、あくまでも工事の関係と、で、検討会議で議論している内容というのは別というふうに思っております。いや、違う。やり方が不足だ。やり方がやらしいという話です。その辺の予定説明があるのは聞いてなかったから、私、あなたの話をしっかり聞いてますよ、意味があるので。はっきり、今はっきり言うてないじゃない。不足だということ。約束が分かってない。分かってはらない。工事の説明会と、検討会議が、打つというような、答えをしましたけれども、確かに補足という移りになっているのは事実なのかなと思います。ただ来た時からずっとこの話が何とかしたかもしれません。一言で言うと、本来町の活性化であったりとか空き家対策であったり物々しながら少子化を食い止めて、または2章でできる段階で学校再編に導入で来るべき、決めるべき過去があったと思うんですけれども、そうならない中で子どもたちがまだ学校がしんどいという状況で、この学校再編に取り組んでいる中で、一定どこかで決めるとか、そのプロセスがあります。やはり予算を取ったりとかそういったこともありますので、そういったその大阪市の学校適正配置の、ルールの中、さらに条例の中で一定進めていかなければならないというところはあります。その、コロナとかいろいろある中で、その会議の持ち方とか、補足ではないかとか、そういうふうにおっしゃられるというのは、そういうふうに言えても仕方がないのかというふうには思っておりますが、進めるべき責任があるので、その、なんて言ったらいいんでしょうね、言えないんですけれども、なんか補足にそうやろうと思ったわけではないんですけれども、進めなければならないというところと、検討会議に立ち上がって進んできた中でっていうのはあります。ちょっとうまく言えなくて申し訳ないです。すいません、マイクでお願いいたします。すいません、チーフから来ました西田と申しますけれども、なんか今の話聞くと条例がだいぶ前からできてたみたいな言い方されましたけど、条例って1年ぐらい前の話じゃなかったですか。その前にどんどん話進めて、で子どもたちにいい環境を言いますけども、40分も45分も朝歩いている、そういうのはいい環境なんですか。私にはいい環境だとは絶対思いません。今地球温暖化でね、今日だって暑いじゃないですか。どんどん暑くなってきますよ。心配じゃないですか、親として。この条例というのは2月25日の本会議で維新公明の賛成で可決したんですけども、社会人林寺内区の西区の田島区の南の統廃合を削ると、そして自分教育学院の未来学院と田島南小学校を
地域の皆さんが丁寧に話をしてくれと言うてる部分じゃないですか。本当にこのやり方というのは今まで以上に地域の皆さんの気持ちを盛んなでするとは思いませんか。合わせて間違わないですね。今日は今やっておられること、教育委員がやっておられることに対して本日活動している皆さんもいてあると思います。当然これ良いことだと学校再生進めるべきだ、そういうことがたくさん話しています。今日は今お話で私が進める責任があるとこうおっしゃいました。そしたら私たちの話を聞いてもらう責任もあると思うんです。私が圧倒的にこの大変がいいというような、そういうようなデータが出たら私たちは、ひとたまりもないです。でも、陳情書で見る限り、私は、過半数はもう一度話し立ち止まってほしいと、話し合ってほしいということ、ここに出席した会の皆さんは、当然のことですけど、たくさんいらっしゃっておられると思う。私たちが100ドルは引いてないんです。半分ぐらい、あるいは 40%。ご再生のことを賛成していた方いらっしゃるかもわからない。しかし4月何回も令和4年3月31日に学校がなくなったというふうに思っている方はびっくりするほど私たちの調査でも良かったです。しかし令和4年3月31日というのはもうすでにうんと前から決まっています。何回も申し上げたときに、ね、スケジュールがありないです。だから進めるべき責任も私たちは終わると思いますけど、私たちの切なる声も聞いていただく責任も終わりじゃないですか。このたびの質問と合わせてご回答をお願いします。今ちょっと後の方の質問まず私ちょっと先の方の質問ごめんなさい。話を聞くべきということで来てからいろんな場面でお話をさせてもらって説明会とかいろんな場面でお話もさせていただきましたし、地域に出向いたり個別の園長さんとお話もさせていただいてきたところではあります。学校再編、私も初級高校の校長だからやっぱり賛成する方っていうかその喜んでもろ手を挙げてという方はほとんどそれはいない、とそういうものであるっていうのも全国的にもそうです。その中で、例えば規模が大きすぎるであるとか、その課題がある、こんな不安があるということに対しては、一つ一つ課題解決をしていったり、お答えしていくしかないなというふうに思っております。で、合意形成ということに関して、いろんな、なんていうんですかね、完全なその全ての人たちの合意っていうのはやっぱり難しいもの問題である。何事もそうなんですけど、業績と思いますが何かをなくすということはほぼほぼ合意が得られないものだという認識しています。でだからといってその地域のそもそも子どもが減っている課題であったりそういったところそこと両輪でやっていかないといけないということも重々分かっている。いろんな施策を私なりに職員一同でやってきたつもりなんですけれども、そうですね、なんかもうちょっと具体の課題については一つ一つ答えをしていこうと思っているんですが、学校再編そのものを止めるとか巻き戻すっていうことに関してはこの数年間の積み重ねの中で積み重なってないです。時間がかかったようですけど積み重なってはないです。こちら側と一緒に話していただきたい。すいません、今お答えをまずさせていただきたいと思います。すいません、肘つくやめてもらってもいいですか。肘をついて、はい、すいません。あ、じゃあ、諸谷さんからその2月25日条例が決まったと、学校、大阪市立学校設置条例
ですね、これが決まったということで、で先ほど西田さんでよろしかったでしょうか、もからも ありました、その子ども貸し50分あること、これが本当にいい環境なのかといったこと、こういった具体的なことってたくさんあると思います。で、これがまさに今、各中学校区で、参加いただいて意見頂戴しているところなんですけども、学校適正配置検討会議、この中で具体的に通学路について、通学路の案について、いろんな意見頂戴しています。そこでどういったハード的な安全対策が取れるか、もしくはソフト面でどういったことができるかというのを、こういったのいろいろとその各中学校ごとにご意見頂戴しているところです。で、この場でもまずそういったご意見というのをございましたらいただきまして、で、あと検討会議でその何かを言ってはいけないとか言ったことございません。検討会議でいただいた意見、例えばその今出てますその4月、令和4年3月31日、これを一旦立ち止まってほしいといったこと、そのご意見に対してその理由ですね、どういった問題、どういった支障があるからそこが問題なのかといったこと、そういったことを我々お聞きしながら、ね、大事なことは今日は発言されました、技術があるので補足と言われるようなことも仕方がないというように発言されましたね。これは非常に大きな問題です。でこれを言われたとしても時間がありませんので、これ以上ありませんけれども、この区長の発言というのは非常に大きいです。議会でも陳情を出していきたいと思います。で、あと他種の問題と社会人の子ども職務の問題など具体的な問題がありますので、そこに進めていきたいと思いますけれども、ちょっと他種はどうですか。先ほど の検討会議、他社の、検討会議の話だったので、なかなか伝わらないんですけれども、なかなかこう会議ができない中、学校名を決めるという検討会議は、めちゃめちゃ寒い年明けのすぐに行われて、でそこにどうしても学校名を決めるという必要があったんだなというのは、2月25日の条例改正に向けて、何ていう学校になるのかが必要だったんだなって、後で私たちはこうやってそういう流れだったんだなってことを知ります。人数が増えようリスクがあろうがいろんなことを超えて、この時はやらないっていい、この時は何とかすればできるっていい、どうしても名前が必要だったんだなって思って、それをまた説明会より前にどうしてもやらなければいけない、名前決まってよかったですって皆さんがおっしゃってるその意味がすごくよく分かったなって、それは私たちにとってはすごく不愉快なことだっていうことです。それについてはで私が聞きたいのは田島中学校の問題で、1個だけ本当にずっと聞きたかったのは、平成30年入ってすぐにこの学校づくりでは学校政治協議会は開かれなかったんですけども、その前身である、各学校地域の代表が集まる将来を、田島中学校将来を高知の将来を考える会というのがあったんですけども、それが始まってすぐその時は田島、まだ小学校同士の学生ベースでまだ話しているような状況であったんですが、その話し合いが始まってもうまだ何も中身が決まっていない時に、平成30年3月末には、大阪市の都市整備局にもう学校 のうちの学校中学校のレイアウトの設計案というのが発注されているんです。もう私たちの話聞こうっていう一番最初のスタートでもうその出来上がっているものが発注されて、でそれからその設計1ミリたりとも何も変更とかはしていただけないような状況がずっと来ています。その時私たちでも何 のほとんど の情報は開示もされず、その将来を考える会の方もここではまだ決まってませんっていう言葉を何度も使われ、
で、こう揺れ合いとなることも、田島中学校に本当になるのかってことも、まだ曖昧で、これから話し合いが続いていくんだろうって思っていたんですが、その後は次は本当に決定ということで、整備計画がその3月の後、9月から出されるんですが、その話し合いをしている、その最中に設計案がもう発注されているっていう、これはどういう気持ちで、どういうことなんですかね。私たちと話し合う気ってあるんですかって思ってしまうんですけど。田島の問題で前回もあれしたんですけども、この田島の状況というのは本当に、ひどい状況です。真ん中に校舎を建てるものですので、皆さん図面見てもらったら一番分かるんですけども、小学校とおぼしき運動場が720平米だと、中学校の5300だということで、陳情書にも書いたんですけども、そしたらこちらも小さいのがない中庭だというようなことで、この中庭。そしたら、小学校の運動場、中学校の運動場、どうするんですかという話も全然、余計にこれね、1年生から9年生、これ運動どうするんですかということになってくるような状況だと思うんです。ちょっと本当にお母さんたちが、この今までだったら、田島小学校では6500平米あるんです、運動場。この南も5900の運動場があるんです。ここに2校400人ぐらい集めて、720平米と5300しかないと。それも共有だということになれば、大変なことになります。ここね、ちょっと改めて、先ほどの発言と、発言と合わせて、しっかり報告して、教育委員会事務局の加月でございます。田島小中一貫校 の校舎整備につきましては、やはり将来を担う子どもたちの教育環境の早期改善のため、実現するために、その設計工事、それぞれ行ってまいったところです。今おっしゃっていただいたように、やはり運動場の真ん中に校舎を建てるということ、これまで田島 の説明会であったり、検討会議の場であったり、さまざまご意見いただいております。この田島小中一貫校に整備する運動場のところは、運動場、この約720平米、真ん中に校舎を建てた西側には720平米の運動場と、で東側に、なるメインとなる運動場の方は5300平方メートルの運動場を整備するということになってます。まあ、これまでそのような運動場では小さいんではないかということをご意見たびたびいただいております。ただ小さい方の運動場が小学生用、大きい方の運動場を中学生用というふうに決めるんではなしにですね、目的に応じてそれぞれの運動場を活用することを検討しております。でこの田島小中一貫校、令和4年4月ということになりますから、その学校再編時にはですね、小学校と中学校を合わせて18学級を見込んでおります。要は1学年が2クラス2学級かける9学年で18学級を見込んでおります。ですので時間割と、とか活用する運動場を調整することで、体育の授業や日常の教育活動に支障ないというように考えております。また休み時間の過ごし方について、また学校でね、ルールを決めるなどして安全に活用することができると考えております。それに加えまして、その増築する校舎の西側にございます720平方メートルの方の運動場につきましては、ウッドデッキをのステージを設置する予定としておりまして、イベントや発表時 のバーであるとか、各種集会での使用、運動場でのバックヤードや待機場所、弁当広場などの運用など、工夫に富んだ活用によりまして、
学校教育の幅を広げることができると期待しております。ただ一方で今申し上げましたように運動場の広さは狭くなるということですので、部活動など必要に応じて田島小学校の方を第二運動場として、小中一貫校の第二運動場として活用する予定としております。以上でございます。休憩時間も違う、体力も違う、そういうのが1年から4年までは、そういうテストと思ってるんですか。1日、田島の小学校まで行けるんですか。で、今言われたような形のそういう施設を作れば作るほど息苦しくなるんですよ、子供たちは。今まで6500平米にいてる子供たちが720のそういったところを中心に生活せなあかんということで共有できると思ってるんですか。教育委員会が1年生から9年生まで休憩時間が違う、さまざまなカリキュラムがある小学校と中学校が共有できると思ってるんですか。今室谷さんからおっしゃっていただいたように、小学校と中学校1時間 の、 授業時間が違ったりします。そういう時に休憩時間が異なる場合もあります。それぞれ前例 の、 小中一貫校のところではその休憩時間を合わせたり、もしくはその休憩時間の過ごした方、学校生活の置き方、そのようなところをしっかりと学校の方から児童生徒に、子どもさんの方に、しっかりと指導をして過ごすと、学校生活を起こすと、過ごすというようなことを工夫しておるところでございます。はい、はい、もうこんなの私たちが何回何回もおかしい学校やって言ってもそちらはいい学校になりますっていう、もうただのものね。こうでしょうね、この田口さん、こんなやり取りずっとですよ ね、 ね。でも私たちは不安でしょうがない。こんな学校作りでいいのか、運動場の真ん中に20メートルのマンションみたいな建物が建って2つに運動場が流動的に大きければいろんなことに使えるのに分断されてしまって、1つの3方 の、 3方の20メートルの壁と他の校舎に囲まれた 3方壁に囲まれた小さい小運動場の方が日陰で子どもたちが遊ぶって言っても、本当にこう私たちの子どもたちは今まで本当に広い運動場でのびのびとやってきたんです。その子どもたちがそれをその状況になった時に、あ、すごい良かったなって、校舎は新しくなってるかもしれないけどそう感じるかなって思った時に、私たちの子どもたちはそうやって思わないやろうなってことの想像はつきますか、つきませんか。学校というのは運動場だけで、運動場がこれだけございます。今いる学校で過ごしている子どもたちの教育環境がそれほど変わるっていうことは、子どもたちはやっぱり窮屈に感じると思いますか、思いませんか。運動量が狭くなるということについては、狭くなるだろうなと子どもたちは思うと思います。当然のご質問だと思います。不安に思うと思うんです。で、それに対して先ほどのように夏と言われてるんです。運動量だけじゃない、真ん中に来ることによってより機能的に両方の校舎に行けるようになるので、真ん中から運動場を見渡せるし、その真ん中にある意味がすごくあって、すごく教育的な意味がすごく上がるみたいなことを言われるんですが、結局この真ん中に立つんですけど、連絡通路片一歩は作れないって作ってくださらないので、子どもたちは真ん中の校舎に職員室があるんですが、ぐるっと一周回って行き来するような、すごくアクセスが良い、とてもそういうふうに言われてたけど、そういうこともありません。はい、で、地上20メートルって考えてほしいんですけど、まあ、大体3階建てぐらいやと思うんですけど、それが4階建て、5階建てっていうことになって、その5階建ての一番上に、屋上プール作ればこうまくいくんですみたいな、地上に作らなくて、場所取らなくて済むっておっしゃったけど、地上20メートルでやるっていうことの本当に想像をしてほしいけれども、
そこから何かあったら子どもたちは避難して逃げないといけない、足が濡れてる足でその階段を駆け下りなあかんのでした。いろんなことを考えても地上でない、それだけ高いところにある、それだけの場所に作るっていうことが、なんか別に2階建てでも3階建てでも10階建てでもその上に作っちゃえばみたいなイメージかもしれないですけど、そういうことの検証、真ん中に立ったらどんなことにあるんだろうっていう検証すら本当に行われることもないし、私たちにちゃんとした説明もない、でももう立つことが決まってたっていうことが、本当に私たちを一緒に作っていこうっていう気持ちでやってくださってるのかなっていうところに、私たちはとても不審に思ってるってことなんです。でいつもこのやり取りになると、そちらはいいとおっしゃる、私たちは不快に、それじゃあどうなるんだろうって不安に思ってる、不安に思ってるっていうことに絶対寄り添ってくれない、その説明責任はない、それをずっと時間稼ぎしている間に議会とかいろんなことで決まりました決まりましたって言って進んでいっている、もうこの、もう学校の中のことなんて不安だらけやし、それが分かってからでも何一つ改善するようなことも本当になかなかしてもらえてない、それで私たちが素晴らしい学校になるなってみんな思ってると思いますか。今大倉様からいただきました校舎整備につきまして、ルール説明いただきました。で、このように、皆さんこの田島小中一貫校の中で、この校舎整備についてこうした方がいい、ああした方がいい、これはおかしいんではないかというようなご意見もいただいてました。でこれは保護者説明会というところもさせていただきましたし、この検討会議、学校適正配置検討会議、この田島中学校区の検討会議の中でそのようなご議論もいただきながら、なおかつこの田島小中一貫校の、検討会議、田島中学校区の学校適正配置検討会議におきましては、学校環境等専門部会というのを立ち上げまして、そこの場でいろいろとご議論いただきながら、ご意見いただきながら、できることできないことをそれぞれを話し合いながら、少しでもこれ同じ思いしていただいていると思うんですけども、より良い学校にしていきたいという思いは我々も保護者の方々、地域の方々も同じですので、どのような学校を整備していけるのかということを議論していってます。このことについては検討会議、専門会議のところ区役所のホームページなどにですね、掲載もさせていただきながら、田島小学校、田島中学校、生野南小学校の保護者の方々にもお知らせの方をさせていただいておるというところでございます。ホームページの話をしてるんじゃないんです。ここで保護者の皆さんがこういった問題があるということについてしっかりものを言うてるわけだから、それをなぜ受け止めようとしないのでね、あなたでもいいです。区長がね、こういうこの現場の声で、ね、本当にこれが子どもたちの教育環境で良くなるのかどうかってね、ずっと疑問が出されてるわけですから、この田島の問題について立ち止まって検証すると、部長も行かないとね、本当にそれがいい教育環境になるのかと、子どもたちの一番の被害者、子どもたちという声が出てるわけですから、一旦立ち止まって検証する予定はないですから、この校舎配置についていろいろとご質問をずっといただきながら説明をしてきましたし、私たち内部でもさまざまな検証であったり、またこう小中一貫校で運動場が、区切られていない日本橋小中一貫校の見学に、行きまして、そこでも話を校長先生に聞いたりしながら、学校運営上の問題がどんなことがあるか、子どもの安全についてどういうことがあるかという分かるだけ検証はしてきたつもりですが、もちろん皆様の不安にお答えきってない説明が行き届かないというのがあるかと思います。以上です。
これ妖怪見えないけどもね、あまり大きな声出すと、いつ何言うとね、困る。だから小さい声で出すのすくる。これは本当にね、ここのそのグラウンドっていうのは幼稚園のグラウンドです。ね、幼稚園のグラウンド。そこでね、中学3年はね、運転するの。さっき、できる時には、私は小学校の行くって言ったけども、そんなにね、頻繁に行けるわけはなし。また、学校で同じようにですね、休みの時間が楽なんです。ね、今までは小学校ではみんな休みの時間は休みの時間、教室で勉強する時間は勉強する時間だった。で、先に言われたようにですね、定員のクラスは、例えば1年生から3年生まででがですね、小学校の授業室を見、その時は、グラウンドで、高学年が運動しておる。その逆の時もある。こんなバラバラなことでね、集中して勉強ができるのかって言われる。これが一つ。で、これは大事なことであってね、こういうことを国の機関、文科省がね、どの考えてないと。これ夢を持ってね、誰が説明しに行ったのか、そのたびにニャ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 で終わってる。いろんなその行、ちゃんとこういうのがあるのとか、ああいうのがあるのとかですね。それがあかん。いついつ誰が行って、こういうことで話してきました。そこまででも回答なんてもやれん。そんなに必要ないというような言い方で、その回答に変えられてしまう。こんなんではあかん。子供のことやで。子供のこと。将来はね、我々、高齢者にはね、関係がないから、いいのか。神経の感覚がじゃない、お前。この図面、大きいちゃんと見ているんだ、これ。みんな絵が言えるのは当たり前。はい。どうぞ。こういう皆さん の絵に対してもちろんその叱るべき時にこちらの思いがある、そちらの願いがある、そちらのやりたいことがある。でもそれがこんだけ私たちが伝わっていなくて、なんでこんなことになるんだろうって。この話、私本当に1年前からに私は恥ずかしいながらも知って、そこから話しかけた人一人一人、驚かなかった人はいないです。この学校のこういうレイアウトになるっていう校舎について。でそれで話し合うべき時に話し合ってこなくて、話し合ってきたとそちらをおっしゃる。だけどその話し合いの、本当に一回それしかやってないけど、将来考える会の中でもうこの整備案が、設計がもう出されているような状況。私たちがいくら外から言って、で、香月さんがさっき検討会議でお話聞いてます。もう説明会でもいつもそうなんですけど、何かあったら次の何々でちゃんと活かしますので、皆さんの意見を聞きますのでって。検討会議の中でもできることできないこと、いや全部できないです、できないっていう説明を聞くのが検討会議で、最初にそちらがお決めになった、そのままでずっと進んでいく、そのためにあるのが本当に検討会議で、
とつかりとも本当に私たちがここがこうなったらどうだろうって思う気持ちに応えてもらうことはできない。それは今ここでも決定してるからっていう状況があるんですけど、じゃあその前のもうちょっと話し合えるべき時期になんで話し合わなかったのか、そこをやらなかったって今言われてるんです。今ここでこれからも聞いていきます、皆さんの意見はいろいろくださいって言うんじゃなくて、聞くべき時に聞かずに進めたことが皆さんがもう不審に思ってるんですよ。私最後に本当に区長にお答えいただきたいんです。平成30年3月に先に設計依頼をされている、そこで話し合いが行われるだろう、どこになる、学校がどこになるかすら決まってないときに、それを私たちは聞いて、それはとても嬉しいと私たちが感じると思いますか。自分がその時の私たち保護者や地域の立場として、それはどういうことやと思いますか。どういう気持ちになるか答えてください。それは自分たちの気持ちに対して、まあ、行政の事情があるにせよ、やっぱり聞いてもらってないっていうふうに受け止めるでしょう。まあ、私もなかなかこう親の立場であったり、民間であったり、あと元校長であったり、行政の今立場であったり、また職員、まあ、一人一人が苦労しているのかと、それはもう皆さんにとってはどうでもいい話だと思うんですが、そう映って、皆さんの気持ちになれば、これ何年もやってる中でいくと、たまたま今、今のタイミングでこの話し合いに来たときに、なんで今までそんな機会なかったとおっしゃられる気持ちもすごくわかりますし、やっぱりずっとされている方からすれば、いつ決まるの、いつな、いつ予算のね、いう話もあったり、いるので非常に難しい問題だなというふうにずっと受け止めています。いや、おかしいかどうかな、それは聞いたら腹立つだろうってことに関して答えいただいたけど、話し合いを今からしてどうしていくか決めていきましょうっていう時にもう設計が出されてるっていうことをおかしいと思いますか、おかしいと思わないですか。言ってる情報量の差だと思うんですけれども、予算とか設計に時間がかかるということを知っていますので、多分その最短で再編をしなければならない状況になった時に準備ができてないというわけにはいかないので出したんだなという認識は、今情報を持ってるから私はそう思うけれども、もうそんなこと知ったことがないというその一般の方はそんなこと知らないわけで、なんでやねんって言われて、今小学校にまだなるかもしれない、小学校同士の合併かもしれないっていう話し合いがまだあって、何も中身としてそちら側が私たちに提示していることとしたら、そんなことじゃなくて、まず話聞く、そこに態度がありますかっていうことなんです。そこからほとんど自分たちの思い描いていることがあり、自分たちの進めていきたいゴールがあって、自分たちがそこでも設計してたっていう話じゃなくて、それで私たちはそれをそこのテーブルで初めてどうしていこうかって言われているときに、そんな状況で進んでるってことはおかしいと思いませんか。おかしいと感じて腹立たしく思うと思いませんか。情報の入り方の違いはあれよ。
なんでってその時に思ったと思います。本当に 100% 私この話ほとんどの人が鹿島こうの知らなくて、聞いたらびっくりする、こんな風にならなかったらいいなって私の周りは言ってます。で本当にその後平成30年の9月に学校再編計画 の学校計画が出された時に大きなピラミッドを出されてお話しされて、その一番下には保護者の思い、地域の願い、それに沿ってその次に行くのの教育、学校つぶり教育理念とかでこう三角形が成り立って学校ってできていくんだよっておっしゃって、でこの学校の何ですかね、学校のその設計案というかその外側のそのレイアウト案っていうのはその時に学校説明会に来た人にも見せられたの30秒ほどです。本当に地域の思い、保護者の思いっていうのがその土台に来てるって、今の将来を考える会のその時に本当にその設計案ができてる、そしてそこに参加した人たちはまだまだ決まってないと思っていた。で学校説明会に来た人たちにもいっぱい不安の声が上がっても、これから学校政治協議会を作って皆さんの強行はしませんって、強行じゃないですよねって、こんなに不安なことがいっぱいあるのに強行はしませんよねっていう保護者の質問に対しても、強行は絶対いたしませんって、皆さんの思いとかを大事にここから進めていきますって、今それに寄り添ってその三角形のピラミッドの一番下にある保護者の思い、地域の願いがそこに一番下にあるべき、そこに寄り添えていると思いますか。学校の施設整備に関しては完全に教育委員会事務局の権限になってまいります。ただそういった中でできるだけそのお子さん、保護者の方ですね、そういった方のご不安な点とかいう部分に関してできる限り解消しながらできることがないかということで、山口区長、せっかく校長経験、保護者の経験、そして行政、いろんな経験されているのに、どうして私たちの、ね、言葉、声を聞いていただけない。もうそれがすごく残念で、今とりあえず話を一回ちゃんとこうやっとじゃないですか、この進め方っていう、今猪俣連長がお話しすることもやっと今聞いていただいてる、室谷さんが頑張ってこういろんなことやってても今やっと聞いていただいてる、だから今から初めて来年のもし4月間に合わなかったらいいじゃないですか、もう一度ちゃんと話をしましょうよ。でも本当に納得する、みんながもうこれでよし、やってくださいよっていうことで行政に任せるんであれば、もうお互いに気持ちがいいんじゃないですか。せっかく山口区長の今まで培ってきたいろんなことをここでなんかいいように出してほしいかなと思いました。はい、私最初の方にも申し上げました通り、今3つの中学校区それぞれ計画に基づいて進めてございます。で、話何回か出てきてますけども、2月25日に、大阪市立学校設置条例というのを改正がなされました。でそれぞれの中学校区ごとの計画に対しまして、各中学校区の、学校適正配置検討会議を開催してございます。そちらの方で、それぞれの中学校区の計画に関してましては意見をお伺いするということになってますので、具体的な各学校ごとの話につきましてはそちらの方でお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。いや、もう本当に今日今聞きたいのは、寄り添えていると思いますかって、私たちがそういう気持ちの中で寄り添ってもらってないって思ってるっていう、そこが本当に学校づくりの一番下に来てない。今の話をずっと聞いてると行政の計画が一番下なんやなって、じゃあ本当にこの三角の一番下を二重線で消してほしい、
保護者の思い、地域の願いに寄り添ってるっていう、その一番下を消してほしい。そんな気持ちで、学校作りなんで、商業施設作るんじゃないんで、そうやって、そこにあなたを寄り添っていると思いますかってことに一言でいいかちゃんと答えてください。進め方のいろんなところで、私たちが感じる不快感の中で、保護者の思い、地域の願いに応えているかどうか、答えてください。今まで時点で寄り添えてないということですね。仕上げなきゃなんとかいうような議論を決めずにですね、
真摯に話をして、お互いに気持ちよく、あ、そうやなというところで一応移り変えようと思います。だから慌てず、とりあえずあと3年かかろうが4年かかろうがですね、やはりこの市民の6割方、もう最低半数の方が早かったなというような話し合いでやっていきたいなと思っております。だからとりあえずもっと集中するとか、先般も言いましたように、こういう大問題の時はですね、少数の人数とか話し合いをせずに、もうこんなもん住民投票してもいいかげんなことです。だから学校再編、この子の学校は9つと8つ、なくなるんですから、大ごとのような授業でございますので、とりあえず、後ろを決めずにですね、もっぺん一から話をして、話し合いをして、お互いに気持ちよく、あ、よかったな、7割方、6割方の方々が、そういう思いでですね、こういう話を進めてほしいな、と思っております。いかがでしょうか。ありがとうございます。今おっしゃっていただきましたように、平成25年からいろいろと、話し合いを始めてますけども、なかなかやはり行き届かない、伝わらないといったこと、これ常に私ども反省しながらやっているところです。ただ平成28年に計画、今の現計画になります計画を公表した際、空の広報誌を載せさせていただきました。ただその際は突然で決定事のように流れてるんじゃないかといったお叱りをいただいたこともございます。でそれ以降は各小学校ごととか説明会ですとかさせていただいている中で、やはりそこにもなかなか参加者数というのが少ないといった状況もございました。でいろいろ今ご意見頂戴しながら、例えばそういった資料というのを各学校を通じて保護者の方に配らせていただくとか、そういったこと常にできる改善をさせていただいてきたつもりです。ただ今の時点、先ほどから何回か出てます通り、今の3つの中学校区につきましては、それぞれ、もうすでに一昨年の教育委員会会議、昨年の総合教育会議で方針が決定されまして、で、今年については条例が改正されたところです。ですので今いただいてますようなご意見も、それぞれ今後検討会議でしっかりとお伺いしながら、できる限りいろんなように進めてまいりたいと思います。はい、すいません、もうそれを今するから今までができてないってことを今言われてるので、これからしていきますじゃなくて、今そこまでできてなかったらできてなかったってちゃんと言ってほしいし、これが進めるべきことであった、そちらの理想のこういう学校作りが設置できたい、それに今そぐってないっていうことなんかも分かんないですけど、ここにいる人たちって我が子一人のため、もちろんお子さんもいらっしゃらない方がここにみんな来てるんです。この人たちは今一番その地域のことや学校のことを分かってて、一番そのいろんなことを危惧されている方々です。この方々は言ったら皆さんの一番味方になってくれる人じゃないですか。あなたたちが目の届かないところを全部、ここは危ないんじゃないか、こんなことしたらどうなんだろうってじゃないですか。地域のいろんな代表の方で本当にいろんなことをあなたたちが分かってくれている方もいます、参加してくれている方もいますって、その方々がどうかってことを私は言うつもりはないですか。イメージ戦略で新しくなる、何かが変わる、そんなことでいいなと思ってる人たちじゃないんですよ。この人たちは本当にそれがその学校の学校、その地域がどうなるのかってことを本当に憂いて本当に心配してる人たちなんです。その人たちの子がこんだけ嫌だなって思う、不安だなって思う進め方をしてるっていうこと、そしてそういう不安な建物が立つ、そして合併が小中一貫校が一つ立つ、そういう地域に、で地域地域がちょっと仲が悪くなったり、そんな状況もある。そして本当に間引くように小学校、中学校が消されていく、そういう学校作りの中で、私たちも本当にそれをいいと思わないし、不安や不安にしか思ってないんです。すごい夢物語のようなことを言われますが、
区長は本当にあと1年で来られなくなります。私たちはその先もここで生きていきます。その時にみんなが笑顔になるような学校作りなんだなってことなんですよ。そちらの願いとこちらの願いが違う。そしてもその間を取るように本当にみんなの話を声を聞きながら進めてこれなかったから、私たちそこで本当に子供らのことを考えた時に、果たしてそこに人が集まり、そこに家を建てて子供を学校通わせようと思うかなってやっぱり思ってしまうんです。斜里町の一番遠い地域に区長はなんか家建って子供を通わせようと思いますか。鹿島小学校グラウンドは小さくなる、いろいろクラブ活発になるのかなって不安を抱えている学校に人が来るようになると思いますか。でそのそこで捨て置かれたように地域地域も仲悪くなって、そこから私たちどんな風にやっていったらいいんやろう。そこにみんなの未来とかそういうところに、ここに今笑顔があるかな、どんな未来を想像しているか分からないですけど、私たちは今そんな風に思ってないっていうことが一番の問題なんです。伝え方が悪かったとかそんなことじゃなくて、じゃあそこでじゃあ何を思ってるんやろうって、そこで会話がなされなかったってことでしょう。で聞きたいです。そんな地域に学校もなくなって、そんな地域に引っ越してきて住もうと思いますか。その地域が栄えると思いますか。私は任期が終わって今自分が校長していた小学校に小学校部に住んでおりますので、それは30分以内に育野区役所で災害で自転車で行けるようにの距離というところでそこに引っ越してきたんですけど、自分が責任を持って預かって良くしようと思った学校だから自分の子供を会話する、自分がこの町を良くしたいと思ってやってきて、でそして行政だけでできないことも分かっているので、私はそれで何とかしたいという思いがあります。斜里町の一番遠いところから息子にランドセルを背負ってこの間歩いたんですけど、25分かかりましたが、何分ですか。はい、何分ですか。25分です。小学校2年生の終わりです。これをやっぱり毎日暑い日も寒い日も雨の日も通う子供たちの気持ち、保護者の方の心配の気持ち、それをもう十分に想像しながらやることをしっかりやらなければと思って歩きました。住む気があるか誰かと言われたら住む気はあります。私は育野区を何とかしたいと思っております。でも斜里町に斜里町小学校があって近くにあってそこに通えられると思ってた子たちがそこから西行くのまで歩かないといけないってなった時に思いはどんな気持ちでしょう。そしてあなたの奥さん小学校、私2年生と中学全く一緒なんですけど、その子もそう、その小さい子もそうですが、親に手を引かれて歩くんじゃありません。自分たちだけで学校まで歩くんです。特別支援の子もいます。より歩いていくのがやっぱり難しい危険な子たちもいます。そのより弱い子たち、その子たちが果たして行くのにこんなに近くにちゃんと学校がある、それを超えていかなければいけないという時に、その一番弱いものに寄り添って学校作りってあるんじゃないですか。そこが皆さん不安やってことじゃないんですか。すいません、それです。チャレンジしてもらいました。寄り添ってないとか、聞いてもらってないということはよく分かるというようなお話でしたので、その辺も踏まえながら、ぜひチャレンジなきご指導したいなと、これもしよろしくお願いします。もう時間が迫ってきてますので、区長、今までの1時間45分、私たちの思いを十分、私は伝わったと思っています。伝わったけれども、接点は未だにできていないとも思っています。ここは、岩井会長が、おっしゃったように、やはり一旦、ここ立ち止まって、相互で、
学校が、先ほど言いましたが、学校再編が素晴らしいんだと、教育委員会、山口区長をはじめ、皆さんがおっしゃったことは素晴らしいんだという人もたくさんいたと思う。で、私たちもいます。そういう人たちの場を作っていただくのも、私、区役所の仕事だと思うんです。その場で、そういう機会を設けていただいて、自分の話し合いの上において、私、区政会議でも申し上げました通り、理が、私たち非があり、他の皆さんに利があるなら、私はこの活動と運動は、私個人はやめる。そういうような機会を随何回も設けてもらいたい。海外さん、あなたの仕事や。君は先ほどからできるとかできないとか、できるできる言うてるけども、何ができるんや。こういうことはできます。こういうことはできません。具体的にも説明せんと。文章が書いてあるとできます。できます。これからできることをやっていきます。じゃあ何ができるんやと。それから大川君に言います。君もそうや。私たちは区長が喋りにくいのはよくわかってる。しかしやっぱり区長を招いて、区長を来ていただいたら、僕ら区長の声聞きたい。あなたが一番区長になったんですか。そうでしょう。理路整然と物事を混乱させてるだけじゃないですか。君はいつもそうだ。私たちは言葉数が少なかったら区長の思いを聞きたい。そういうことで育っています。あなた肝心絡めのとこ喋っていただいたらええ。僕はそう思いました。区長いかがですか。私の声は今日座っている方皆さんが一緒だと思います。ぜひぜひ一度、今からやったらまた遅くない。時間があります。立ち止まっていただいて、区長が中心となって、今区長がお考えになっている学校再編の問題に大賛成している方もいらっしゃると思う。絶対います。また、かたや私たちもいます。そういう話し合いで最大公約数が無効になるなら、私はこの活動と運動をやめる。そういうような私たちに寄り添って納得できるような機会を設けていただけませんか。私たちが言うてることは、区長ご無理を言うてますか。決して嫌がらせとかいじめとかそういうような類に言うてんじゃありません。僕たちは必死ですもん。時間がないんです。令和4年3月31日にああだこうだというようなスケジュールを歩きはご再考いただくようにもうぜひお願いしたいと思います。いかがですか。司会でも再々お答えしているんですが、やはり立ち止まるというかそのスケジュールに対してまあ、決まっているというか、その令和4年4月の開校という点に関しましては、教育委員会と議会で決められたことであり、私の一存で立ち止まるということはできないんですけれども、そのご不安な点に関して、何も対応せずに、そのまま学校ができるということは、やっぱり機会を作ってほしいということに関しては、また検討がしたいと。平成25年に、区長が5周年前の前区長は、この再編に関して、地域代表、そして、校歌の PTA の会長、この二方の署名、捺印がなければ前へ進めませんと、こうおっしゃいました。岩井会長もらうし、飯田会長もらうから聞いておられると思います。平成25年、前区長の、清野氏はそのように明言されました。しかしいつの間にかハードルはうんと下げられて今そういうような話をそんなことあったんかいなみたいなことになっています。もともと再編というのはそういう難しいもんでいろいろ多種多様な意見があるんです。それをうまく吸い上げていただいたらいいのにスケジュールを先に決めてしまって、あ、校歌や制服やそういうような条件闘争的なことを始めて肝心要の思うはもうさっと決めてしまってる。私たちはそんなどっちでもいいね。いつ学校が閉校になるか、あるいは閉校になるか、存続するかの話し合いが開始されるか、そういうところを私たちは聞きたい。そんなところはもうどうの昔に進んでるんや。桜井さん、そうでしょ。
令和年3月31日はもうほとんど決まりや女の話はあったじゃないですか。誰が決めたんですか。あなたですか。維新公明の議会多数で政治の力で、これはね、私活性化条例と思ってないんです。学校地域崩壊条例みたいにと僕は思っています。とんでもないような、とんでもないような生きの国になる可能性もある。しかしバラ色の生きの表あるあなたたちであれば、その人とは一遍みんな話し合いましょうよ、真摯に。それぐらい期間は設けてください。生きの国が沈むか沈まないかの、そんな時に半年や1年のそんな話じゃダメでしょう。ぜひ、ぜひ、もうご再考いただきたいと。今、区長から私、どんどん行かないといけないので、一度検討してみましょう、話し合ってみましょうということなので、ぜひお願いして、したいと思います。まだ時間があるので、今日出席者の方にお聞きしたいことがまず一つあります。先ほど大川課長が、9年生の義務教育を施設一体型の小中一貫校、施設連携型の小中一貫校という説明をされましたが、納得された方おられます？説明、あ、なるほどなって思われた方おられます？誰もいません。結局私たちは一般市民なので、難しい言葉で説明されてもわからないんですよ。もっと分かりやすく説明してほしかったなと思います。次の課題として私たちに分かりやすくその内容を説明していただける機会があればいいかなと思います。そして区長にシャルイジ小学校子ども食堂のことでお聞きしたいことがあります。私たちは月2回、朝ごはん食堂をボランティア13名でさせていただいてるんですが、このことも、私たちは貧困家庭、世間でいう貧困家庭が子ども食堂ですよね。でも私たちは違うんです。子どもたちを元気にするため、そして学校でも本当に何でも取り組める子にしてほしい。そして保護者さんが結局家でしつけできないことでも、私たち年寄りです。年寄りがこういろんなことを教えてあげられたらいいなという感じで子ども食堂を開きました。でその中で学校給食の献立表を見ながら一生懸命取り組んできたんですけれど、区長はその子ども食堂、私たちが頑張っているつもりですが、それをどのように評価されているのかなと思いまして、でそれと、2月の19日、教育子ども委員会の方で議員の質疑に対し区長答弁で、栄養価も含め憩いの場、見守りの場、安心できる居場所作りと答えられたそうなんですが、実際そういう場であるのにもかかわらず統廃合がもう決まってしまえば、シャリジーパワーアップ食堂はなくなってしまう、そういうことも一体どのようにお考えなのかお聞きしたいです。主体でお答えした通り、非常にありがたい場であり、ずっと大変一生懸命取り組んでいただいていることは、一度中の市民フォーラムで発表を聞かせていただいたことがあって、私もそれに出てましたので、よく分かっているところです。ありがとうございます。その学校がなくなるからその活動がなくなるということに対しては、一体のものであるというふうに地域の方が受け止められているということですよね。その朝ごはん食べて元気に子どもたちに行ってほしいというその機会が、ちょっと通学距離も遠くなってしまう、できなくなるということに対しては、なかなか行政として何か、何て言ったらいいのかな、多分何を言っても怒られるというか、そういうこと答えじゃないんだよって思われるとは思うんですけれども、どう言ったらいいのかな、続けていただきたいのも失礼な話だし、
なんとかできるように支援しますっていうことも、もしかしたら無責任かもしれないし、今すごい本音で話していますけれども、私が校長だったら非常に嬉しい、ありがたいと思います。親の一人としても大変嬉しい、ありがたいと思います。でもちろん行政としてもそう思っています。それも素直な気持ちとして思っているし、それだけも学校再編と一緒になっているので、亡くなったら亡くなるんだというふうに、それに対してどう責任を取るんですかって言われたら、どう答えるんだろうというのは、今、ちょっと申し訳ないです。なんか正直どう答えるのか分からないんですけれども、どう地域としてどう子どもたちを支えていきたいんだということに対して、対話しながら一緒に考えていくことが今言えることなのかなと思います。すみません。苦情を誤解しないでほしいんですけど、斜里寺はそのパワーアップ食堂、子ども食堂を子どもさんに提供するということで、本当に今充実して13名の方が朝早く本当にご苦労されて、もう僕は本当に皆さんに感謝して、今日一部の方が来ていただいてますし、また見守り隊で、体調が悪い責任者に代わって、今ずっと斜里寺小学校の、北東角で立っていただいている方は、見守り隊長の責任者でありまして、その町会長さんにも本日座っていただいております。誤解しないでほしいんですが、田島地域でも鶴橋地域でも橋寺地域でも、これはよその地域に負けないぞと、これはうちの ご自慢の活動やというようなところがたくさんあると思うんです。だからこれがなくなってしまったら社員は困るんだと、もちろん困るんです。しかし他の地域でもきっと子ども食堂を上回るような素晴らしい企画の活動をしているところがたくさんあります。そういうところは皆私たちと同じ気持ちだったと思うんです、ぜひそれも考えてほしいと、このように思います。子ども食堂というのは本当に子どもたちにとっての居場所だと思います。区長は居場所とも地場回りの町づくりということを掲げてこられました。ところがこの統廃合が進むと、一挙に障害学習ルーム、それから施設開放が一挙にできなくなると、そういう問題をはらんでいます。黒中学校区では、黒小学校1318名、愛生小学校4039名、斜里寺3890名、石井区の1411名、4校で延べ28658人の方が、この障害学習ルーム施設開放に参加されています。近くのこういう場が居場所と持ち場がありまちづくりと言いながらね、なくすというようなことについて本当に、どう考えているのか分かりません。もっとそこのところについて、学校問題というのは地域の宝、地域の核だということについて含めて、ね、今、区長が言われているスローガンと全然違うところにこの学校統廃合が進んでいるということについての認識をね、しっかり持っていただきたいというふうに思います。最後までそれだけを説明できるように、あるじゃないですか、仕事とか会社とかね、今からね、すみませんね、時間がなくて、斜里寺の話がありまして、大川課長は20分いて、区長は25分いて、私たちは大体30分だったんですけども、そういう問題も含めて、ね、林田小学校の問題も、これ、1.4 キロなんです、最長。すごいです。今も見守りに僕はやってますけども、毎日、この3ヶ月間、5人のお母さんたちが一緒に来られてます。そういう大きな、そのころの問題があると思いますので、引き続きね、さまざまな問題、区長が説明が足らなかったというふうに受け止めています。あるいは、この田島の問題については、設置条例ありきで、姑息な状況になったということも含めて、話をされてますし、さまざまな問題が渦巻いてます。そういう点では、ぜひ、猪俣会長が言われましたように、引き続いてね、私たちのいろんなさまざまな意見
明していただくということでお願いしたいというふうに思います。一点だけやっぱりこの補足という言葉を取り上げられていますけれども、私の全部話した趣旨としてはそういうふうに受け止められている状況というのは認識はしているのですけれども、私たちはそのようなつもりはなかったということはしっかり申し上げたつもりなんです。それだけは私にすみません、させていただきました。そして今後のことにつきましてはまた内部で検討もさせていただきます。あと通学路に関しては切羽詰まった、それはもう思いがあると思いますので、しっかりで今は向いてください。ありがたいなって思うんですけど、通学路の質問はずっとあったと思うんです。以前のずっと前からの質問、なぜ今なのかなっていうすごく思います。歩いていただいて歩いてます。全ての歩いてるんですか。全ての僕の一番遠いところから夏の一番暑い時に、歩いています。で今回はもう一度そのいろんな時間が出てきたこともあって、もう一度通学路がある程度こう見えてきたこともあって、もう一度歩きました。その感想っていうのはもうお聞きしてるんですよね。ごめんなさい、前回私参加させてできなかったので聞いてないですか。そういう思いとかもお聞きしたいし、ちょっと一個だけさっきそのやっぱり通学路って一番不安だと思うんです。かなりの距離なので、でさっき田島のグラウンドの、あ、じゃあグラウンドじゃない、校舎のレイアウトが決まっているってお聞きして、あれなんで通学路はなぜまだ決定してないんですよね、安全な通学路というのは。よろしいでしょうか。通学路については今案という段階で計画の中に入ってます。でその案の中を一緒に保護者の方ですとか地域の方歩いていただいて意見を頂戴して、そこで対策を取っていくという今段階になってます。なんですけど、なぜそれってその統廃合が決まってからしないといけないことなんですか。統合するってなってから決めることなんですか。まず今回は再編するということ で再編時期に間に合うような形で対策を取っていこうとしています。でそれとまた別でちょっと少しだけお時間。でも一番不安なのはそこで、やっぱりその安心して、再編を進めていくにはこの道で行くので安心です、だからお母さんたち安心してくださいっていうメッセージがあると、もっと保護者の方も違うのかなと思うんです。だからその辺をすごく不思議に思ってるので、また次回でもちゃんといろんなことをお聞きしたいのでお時間作っていただきたいです。最後に一言覚えていらっしゃいますか。車輪中央公園会館にお見えになります。その時の課長は、泉市会です。その時に私は部長にこのように質問します、低学年の1年生、2年生に対して、送迎バス、スクールバスが出るんですかと、基地はきっぱりと答えられます。2キロ以下は考えておりませんと。もうその時から私2キロ以下は考えていないときっぱり言われました。大変な話で、ご記憶があると動かしてます。僕は力を入れてます。だからもうその頃から、割通学路の件に関しては、そういうようなバスも出ないし、スクールバスと、いわゆる送迎バス、スクールバス出ないということは、地域の皆さんも全部理解しておいてください。覚えてられますね。スクールバスが私の記憶に関して2キロ以内のスクールバスというのは、ないという話はさせていただきました。で、そうですね、そういうふうにお話をしたことになります。帝国になりましたので、最後の最後の最後のお願いを、今日第2回目で2時間私のお話を聞いていただいたことをお返しいたします。ぜひ、近々に第3回の懇談会を持っていただくように、この場でお願いして、ご検討していただくようにお願いしたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。長時間お疲れ様でした。これで、協議会の協議の方終了させていただきたいと思います。清水さんの窓口になって、はい、私は今回3月30日決めたわけだから、引き続いてあなたと私の窓口で、ね、
はい、はい、時間に入ります。すいません、ちょっと時間過ぎてますけども、どうぞ、これ最後ですので、よろしくお願いします。まず、先日お出しさせていただきましたアンケートに関して、ちょっとまだ返答が返ってきてませんので、これをできる限り早急に出していただきたいっていうのが1点。で、僕今回2回目でこういう場に、出させていただいてて、まず思ったのが、先ほど池原さんもおっしゃってましたけども、義務教育学校施設連携型施設一体型の、小中一貫校の説明が全くわからないで、田島小学校中学校に関しては第2グラウンドを設定して前の学校に戻って使いますよ、小学校、未来学園に関しては、お池中もそうですよね、生き生き時間保護者のお迎えのタイミングで各元の学校に戻って活動しますよっていう案があると、全て元の施設を利用ですよね。この矛盾点っていうのが我々保護者なり地域の方の不安や不信感を抱かす原因になっていると僕は思うんですよ。はい、もう多分また長くなってしまうので、またこの答えもちょっと次回に、出していただければ、皆さんが、納得 100% 納得は多分できないとは思うんです、できないとは思うんですけども、それぞれの考えっていうのを出していただいて、でそれを聞いた上で我々の思い考えっていうのを聞いていただいて、また知恵を出し合うっていう場を作っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。先ほど次次回ということでしたので、また改めて調整をさせていただきたいと思っております。はい、大変長時間になりましたが、皆様お疲れ様でございました。本日はありがとうございました。